視聴者の皆様、こんにちは。今回は、念願の USJ に到着。でも3分で出禁になりました。と嘆くイッチのお話です。それでは早速、ご覧ください。意味不明すぎてパニックです。誰かいませんか？何があったこんな夜中に。俺たち夜型人間だから、朝まで話聞けるぜ。長くなる？食料調達してくるわ。寝てくださいよ。不健康でしょ、夜中の不節制は。なんで怒られてるの？とりあえず本題に入ってくれ。すみません、つい子供に怒る感じになってしまいました。実は今日、ママ友達と USJ に行ってきたんです。母なのね。今日だけ夜更かし許してママ。絶対許してくれない。 USJ いいよね。大人も楽しめるし、何より世界観が好き。そうですよね。私も夢の国と USJ なら僅差で USJ 派です。どっち派とかどうでもいいだろ。両方好きでいいじゃないかよ。それで USJ で何があったんだ？それが、3分で出禁になりました。急に重たい内容きたー。出禁になることあるの？しかも3分って、何事？普通ありえませんよね。でも、出禁になったんですよ。楽しみにしていたから、ショックで。それはショックだよな。USJ もう入れないって、なかなかきついぞ。何があったのか話せるか？ USJ に行くのは、今回が2回目でした。前回に行ったのも、割と最近のことなので、スムーズに楽しむための準備を進めてました。2回目って、一体今何歳？ 36 歳です。子供時代は家が裕福じゃなかったので、旅行自体記憶になくて、働き始めてからも、忙しくて行く暇がなかったんです。この前初めて家族旅行で行きました。なるほど。家庭環境は人それぞれだからな。大人になるまで楽しみにとっておけたと思えば、ある意味ラッキーだね。めちゃくちゃポジティブ。でも確かに、いい方に考えたいよな。本当にその通りで、子供と二人目を輝かせて楽しめました。旦那は何度か来たことがあるらしく、微笑ましそうに見守ってくれてましたが。いい家族だな。で、どうして今回は出禁になったんだ？それが私のチケットだけ、エラーで入場できなかったんです。どういうこと？なんでエラー？出禁じゃなくて、入れなかっただけ？ママ友と言ってたんだよな。他のママ友は入れたのか？急に質問が多くて困ります。チケットは各自で事前に用意する約束だったので、他のママ友たちの用意したチケットは通れました。でも私だけエラー。係員がやってきて、揉めることになったんです。ああ、各自用意するパターンね。それが一番揉めないし確実だよな。係員と揉めるのなんで？単なるチケットの不具合とかなら、確認してもらえ次第入れることない？私が持って行ったチケット、前回家族旅行で使ったチケットなんです。一度使ったチケットはもう使えないからって言われて、納得できなくて反論したんです。前回はたったの5時間しか滞在してないんです。一日のうちの5時間ですよ。もったいないじゃないですか。チケットって、一日滞在できるチケットですよね。なら、前回の滞在時間が短ければ、その延長線で同じチケットを使ってもいいと思うんです。安くもないですし、私なりに楽しむために考えた結果です。それなのに、それは違反だと言われたんですよ。なんで疑問形？使えないのが当たり前に決まってるだろ。常識的に考えても、誰だってわかることじゃないかよ。潔く新しく買って入場しろ。係員の人にも言われました。新しいチケットをご購入してくださいと。でも、どうしても納得がいかないんですよね。なので、それはできないと訴えたのですが、困るの一点張り。ママ友達も待ってるのに、早く入らせてほしい。だんだんとイライラしてきて、係員の対応の不誠実さを動画に収めてやろうと思い、こっそり録画モードにしました。結局、他のママ友達がお金を出し合ってくれて、チケットを購入してくれたらしく、私はそのチケットで入場することができました。それでも怒りは収まらず、こっそりと撮った動画を SNS に上げることに。もしかして、ケチ？結局ママ友達に迷惑かけてるし、USJ 側に失礼な態度取ってるし、最悪としか言えないぞ。ケチではありません。ごく普通のことを訴えただけなんですが。でも、ここからなんです。出禁になるまでの経緯は、前回のチケット使おうとする時点で、すでに出禁レベルなのに、さすが USJ、対応が神だな。神ではありません。人間です。
どこに反応してんだよ。いいから、早く続き話してくれ。それでやっと入場できたと思ったら、なんでか係員の人が追いかけてきて、私の iPhone を奪おうとしたんです。隠し撮りアップしたからじゃないか？正解です。絶対バレないように撮って SNS に投稿したのに、バレてました。それをチクったのか、対応した係員の上司らしき人が出てきたんです。さっき撮った動画、消してくださいって。ごく当たり前の反応だな。奪おうとしたんじゃなくて、消してと頼みに来たんだな。顔写してるのはアウト。モラルのかけらもないぞ。早く消してあげてくれ。ママ友達は呆れた表情になって、言う通りにしなよと言ってくるし、他のお客さんたちからもじろじろ見られたので、動画は仕方なく消しました。それで解決。もういいでしょうと思っていたら、たったの3分足らずで、まさかの SNS の投稿が大炎上してたんです。それに気がついたママ友達が、投稿も消してと大騒ぎ。しかし、今消したところで拡散されてますし、状況は変わりません。SNS に上げたことも、それが大炎上したことも、その時係員の人に知られてしまい、迷惑行為を働いたと言われて出禁にされたんです。なるほどな。全く擁護できない展開だぜ。炎上したってことは、一致叩かれまくっただろ。さすがに反省してくれ。反省？しませんよ。私に対する批判ばかりで、さらに気分が悪くなりました。新手の迷惑行為だとか、常識のない人間だとか、係員かわいそうだとか、散々書かれてました。だろうな、そもそも営業妨害とかで訴えられないのか心配。訴えられたら困りますよ。楽しい旅行なのに、嫌な思い出で終わるじゃないですか。それは自業自得なのでは。出禁になった時点で悪い思い出決定だしな。まさかの入場後3分での出禁。笑えませんよね。今日の昼の出来事なんですけど、イライラが全く収まらなくて、ここに書き込ませていただいたというわけです。ここに書いても同じように非難されるだけだぞ。一致の味方になれるほどサイコパスじゃないからな。なんか、ごめんな。炎上したのかわいそうだけど、本当の被害者は USJ で、その係員さんだからね。私は？だって、今後二度と入れなくなったんですよ。子供が行きたいって言っても、連れて行ってあげれないなんてかわいそうです。ケチったつもりはないし、ごく当たり前の主張をしたまでで、動画に撮ったのも SNS に上げたのも、係員さんの対応が悪かったからなんです。つまり、私は悪くないのに、気分をこんなにも害されたのです。なんだって。私は悪くないと言い切った。珍しいパターン。安心しろ、子供は旦那さんに連れて行ってもらえればいいから。出禁になったのは一致だけだ。どう考えても私悪くないですもん。一日何百人も来るのだから、私一人分くらい多めに見てくれてもよかったんです。それなのに無理だと言い張って、ことを大きくしたのは向こうですから。どんな理屈だよ、なんでそんな思考が生まれるのか不思議でたまらない。ママ友達に払ってもらったチケット代、ちゃんと返した？確かに。気になるな。払ってません。今はホテルのママ友達とは別の部屋にいるので、一人でここに書き込んでいます。たったの3分。しかも、アトラクションもお店も回れていない。それなのに、お金なんて払いたくありません。私が機嫌が悪いからと、後から楽しんで帰ってきたママ友達が、ホテルに事情を話して別の部屋を取ったらしく、お酒飲みたかったので、飲みに行かないかと誘ったんですけど、断られてしまいました。なのでこんな時間まで、一人で部屋の中でお酒を飲んでましたね。部屋変えられてるの面白いな。一応聞くけど、何人で行ってたんだ？ 4 人です。3人は学生時代からの友達みたいで、いつも行事の時に一緒にいるのを見て、私も中に入れてほしいと思い声をかけたんです。それからは私も仲良くなり、今回の旅行も一緒に行く流れになりました。3人が USJ に行く計画立ててるのを聞いて、私が無理やり参加した感じではあるのですが。最初から一緒に行く予定ではなかったのか、無理やり参加って自覚あるあたりたち悪いな。歓迎されてなかった説の有効。そんなことありませんよ。道中だって楽しくおしゃべりしてたし、部屋だって最初は4人一緒だったんですから。空気が悪くなったのだって、出禁になったせいなんですから。出た、誰かのせいに従う嫌なところ。嫌なところって、私のこと何も知りませんよね。ここまでのやりとりで、大体わかった気がするけど。私もわかりましたよ。
ここの人たち、本当に暇人ばかりということが。ディスられてるの？微妙な境界線すぎて反応困る。とにかく、私は今日の理不尽なことを、聞いてもらいたかったんです。わかったからさ、とりあえずチケット代はママ友に払おうか。3人で割ったんですから、1人当たり大した額ではありませんよね。なら、言われるまでそのままにしておきます。ママ友たちはみんな働いているので、お金はあるんです。私は専業主婦なので、そこまで裕福ではありません。ある人が出すのが当たり前だと思うのですが、どう思いますか？人から嫌われる考え方だと思います。しかも最初から誘われてなかったのを、無理やり参加しておいてこのセリフだからな。マジで神経疑うぜ。お金ないならまず行くなって話。だって、一人だけのけものにされるのは嫌でしょう？私は孤立しないために必死なんです。SNS でも私への批判がすごいですし、ストレスでどうにかなってしまいそうですよ。言われるがままは嫌なので、反論しているんですがさらに炎上してます。投稿は消したのに、なんでこんなに拡散されてるのか。私がまるで悪者みたいになっていて、どうすればいいですか？反論したらさらに反感買うだろうな、火に油を注ぐようなもんだ。いつの間にかクレームおばさん。だなんて変な呼び名をつけられているし、面白おかしく言いたい放題言われてます。ネットってそんなもんだろ？それに始めたのはエッチだからな。どうしても嫌なら、見なきゃいいじゃん。一回見てしまったら気になるんですよ。出禁になって心はズタボロなのに、なんで知らない人に追い詰められないといけないのか。それ、USJ の係員さんもそうだから。ただ注意しただけで動画撮られて晒されたんだぞ。よっぽどエッチのやったことの方が、立ちが悪いし最悪すぎる。だとしても、たかが入場料ごときで騒がれた、私の身にもなってもらいたいです。気がついてもスルーしてくれてたら、こんなことにはならなかったんですから。出禁になったとはいえ、私は2回目を利用しとうとしていた大事なお客様。そんな私に不当な扱いをしたのですよ、彼たちは。お客様は神様なのですから、反省するべきです。その理屈でいくと、年間パスポート持ってる人たちって、敷地内に家構えてもらえるレベルで崇拝されるじゃん。2回しか来たことないのに、大口叩くクレームおばさん。だから、クレームおばさんって呼ばないでください。ここの人たち、私の話を聞く気ないですよね。もういいです。お酒もいい感じに回ってきたし、ママ友たちの部屋を突撃して愚痴ってきます。私の機嫌を気にして部屋を別にしたのですから、もう気にしなくてもいいよと伝えないとですし。待て、時間を考えろ。いっちその感じだと酔っ払ってるんだよな。行くな絶対に。スレミンの忠告を無視したエッチは、どうやらママ友の部屋へと突撃した様子。しかし後日、再びスレに現れたエッチはひどく落ち込んでいたのです。まだ誰かいますか？ USJ で禁になったものですが。あ、エッチだ。深夜の突撃訪問はどうなった？無視されたか？まさかの怒られてしまいました。どうやら私が訪問した時間にはすでに寝てたらしく、何度も部屋のインターホンを鳴らすから、起きてしまったと怒ってしまって。何時だと思ってるの？今日一日でよくわかったけど、自分のことしか考えてないよね、イッチ。だなんて、失礼なことを言うんです。私が今日どれだけ嫌な思いをしたのか、その場にいたママ友達ならわかるはずなのに、自分のことしか考えてないのはどっちかって話です。確認だけど、何時に行ったの？ 1 時過ぎだったと思いますけど。あかん、そんな時間にやり取りしてた俺たちも俺たちだけど、普通は寝てる時間なんよ。出てくれただけありがたいと思いたまえ。出るまでインターホンをしたからでしょうね。しかも酔っ払ってるしな。出るまでインターホン鳴らすとか、どこまでもめんどくさいやつだな。部屋の中にも入れてくれなくて。USJ での出来事とか、SNS に非常識な投稿したこと。今までも自分勝手に人を振り回すことがあったけど、さすがにもう一緒には行動できない。明日は一人で帰って。なんて言われる始末です。本当なら次の日の午後の新幹線で帰る予定を、ママ友たちは変更して帰るからと。私にはその時間を教えてくれませんでした。陰湿ですよね。結局一人で寂しく帰ってきて、家で晩酌しましたね。お酒ばっかりだな。家族は？晩酌中は旦那も子供も寝てました。USJ に行ったのに、なんでお土産がキャラクターのやつじゃないのかって、不思議がられて困りました。
3部しか滞在できてないからな。お土産の話は置いといて、ママ友の発言気になるな。今までもってことは、旅行の前までにも何かあったのか？大したことではありません。約束の時間に遅れたり、予定していたカフェも気分が乗らなくて、別の店に変更してもらったり、運動会や発表会の時には私の席も取っておいてもらったり、その程度です。振り回してるな。懐が広いんだな、ママ友たちは。俺なら速攻縁切る。約束に遅れる時点で舐めてるよな。私だって好きで遅れたわけではありません。時間の逆算がとても苦手なんです。どれだけ頑張って準備しても、遅れてしまうんですよ。言い張られてもそれなら余裕を持って準備するしかないだろ。信頼失うどころじゃないぞ。ケチで時間も守れなくて酒癖悪い。なんて女なんだ。失礼な。私かわいそうじゃないですか。どう考えても、ホテルも帰りの新幹線も一人で、今後 USJ には行けなくなったんですよ。虚しくて虚しくて。せめて誰かに気持ちを分かってほしかった。たとえ私が悪いのだとしても、寄り添ってほしかった。それなのに一人にされた私の気持ち、あなたたちにわかりますか？一致劇場？なんか足り出すかと思えば、やっぱり同情すらできない内容で面白いな。虚しくなった原因はどこにあるか考えてごらん。ケチって前使った入場のチケットを使おうとしたこと。思い出してごらん、何も悪くない係員の人の顔を、SNS に不当にあげたことを。ケチは私じゃないですもん。SNS の炎上の方はどうなってるんだ？調べてみてみようと思ったけど、めんどくさくて見てないんだよな。俺もそれは気になってた。アップされてたアニメまとめて見てたから、同じく SNS 覗いてない。俺はちょっとだけ覗いた、非難の嵐だった。知らない人たちにおかしいやつだなんて書かれてて、気分は最悪ですけど。一生懸命反論したんですけど、すればするほど何倍ものコメントで返されて、ネットで人を悪く言うのって、低能な人のすることですよね。なんて浅はかなんだろうと、かわいそうな人たちだと思うことにします。どの口が言うてんねん。本当に自分のことを客観視することができないと見た。それができてたらこんなことにはなってない。まあまあ、話を整理しようぜ。一気はママと元の旅行で USJ に行って出禁になった。その原因は前回使ったチケットを使おうとしたから、その際係員を盗撮して、自分の感情のままに SNS に書き込み投稿した。そして入場3分での異例の出禁。投稿は消したけれどすでに拡散され炎上。一人でホテルに帰った一致は、ママ友たちから部屋を別にされて焼け酒した上、真夜中の非常識な訪問で揉める。チケット代を払うこともせず、以前から一致に嫌気があった様子のママ友達からは、もう関わらないと言われてしまい、帰りの新幹線も一人だった。話の内容これで合ってるか？わざわざまとめてくれてありがとうございます。合ってますけど、改めて文章にされると、私だけが嫌な奴に思えますね。自分の名誉のためにも言っておきたいんですけど、私は行動のすべてに悪意があったわけではありません。解釈によってはそう取られるかもしれませんが、何も悪いことをしたとはやはり思えないんです。皆さんだってあるんじゃないですか？自分にとっては常識や普通のことであっても、他人にとっては違ったというだけで、勝手に被害者ぶられて迷惑したことが、生まれた環境も育った環境も、すべて同じ人なんて存在しないんです。自分の当たり前を人に押し付ける行為こそ、迷惑だと思うんです。名誉って、一致何者だよ。いらないよ名誉なんて、言ってること正論っぽいけど、全部自分に突き刺さって大怪我してるぞ。ママ友達にも、何度か連絡を入れたんです。でも、出してもらったお金すら返さないなんてって、冷たくあしらわれておしまいでした。結局チケット代返してないのか。しかも、SNS の投稿を見た近所の人や、ママ友達から私の話を聞いた他のママ友から、こそこそと話しながらチラチラ見られることも増えて、まだそんなに日も経ってないのに、なんでみんな知ってるんだって怖いですよね。自分が投稿した SNS が全ての元凶だ。旦那も子供も、私のことを変な目で見るんです。旦那に関しては、教育に悪影響だと、私に実家に帰れなんて言いますし。新しいな旦那が帰るんじゃなくて、一致に帰れっていうのか。会社に行くのも子供の学校までの距離も、今のマンションが利便性がいいみたいで、専業主婦の私は住む場所変わっても影響しないだろうからと。
なるほど、納得。家族からも邪魔者扱いされて、居場所がない私はかわいそうすぎます。だから、自分でかわいそうなんて言うなって、今回の首都圏だけ見てもそうだけど、ちゃんと周りの人たちの気持ちもわかるようにならないと、一致本当に孤独になると思う。みんながそもそも私のことを理解しようとしないのに、私だけそんなストレスのかかることはしたくありません。ストレスかからないから、思いやりってあるだろ？無理にすることじゃなくて、相手を大切に思えてたら自然にできることだから。もういいです。結局私が悪者なんですね。私の気持ちを理解してくれる人に聞いてほしいので、このスレとはおさらばです。止めないぜ。同調してほしいなら他行ってくれ。反省する気のない一致とは、俺たちも会話するだけ疲れるからな。あばよ、最後まで自分に非はないと訴える一致は、非難されたことにより怒ってスレを去りました。他人に迷惑をかけること自体、どうとも思っていないのでしょう。自分を大切にすることも大事ですが、周りへの配慮や気遣い、思いやりも大事ですよね。皆さんは今回の報告者について、どう思われましたか？ぜひ、コメント欄で教えてください。